うも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、20% キャッシュバックキャンペーンが、昨年の終わりぐらいでね、どんどん終わりになって、もう追加でね、やらないのかなと思ってたらですね、なんとこちら三井住友クレジットカードのクラシックカードっていう、クレジットカードなんですけども、本日はですね、2020年1月の、こちらね、三井住友クレジットカードのキャンペーンについて、解説していきたいと思います。っていうのも、こちらね、昨年の終わりぐらいに、キャンペーンをやってて、その頃よりかはね、還元率が少し下がってしまったんですけども、でもね、まだね 20% キャッシュバックキャンペーンが、継続されておりますんで、まあ、今回ねこちらについて解説していきたいと思います。まずね、キャンペーンの期間からいきたいと思うんですけども、キャンペーンの期間は、新規カード発行後、2ヶ月までっていうことですんで、新規ねクレジットカードを発行して、まあ、2ヶ月の間に、利用すると、まあ、キャンペーン対象ということで、条件としては、こちらね、三井住友クレジットカードを発行すると、スマートフォンアプリでね、V パスっていうのがあるんですけども、三井住友カードがやっている、スマートフォンアプリなんですけども、そちらにまあログインするだけということで、まあ利用できるんですよね。で、そちらにログインする。まあそれで利用するみたいな感じで、まあ 20% ね、キャッシュバックがね、受けられるっていう感じになっております。で、前回まではね、最大が1万2000分まで、まあこの 20% 還元が受けられるっていうことでしたんで、まあ、前回は、最大で6万円までだったんですけども、今回のキャンペーンはちょっと下がって、まあ、8000円までということですんで、まあ、1万円使えば、まあ、2000円返ってくるしっていう感じですね。で、最大が4万円まで。で、最大8000円分、戻ってくるっていう感じとなっております。で、支払い方法なんですけども、まあ、こちらね、クレジットカードなんで、まあ、クレジットカード決済も対応してますし、Google Pay、Apple Pay に入れると、まあ、ID にな、電子マネー利用できるんですけども、まあ、そちらでもね、まあ、対象ということですんで、まあ、クレジットカード決済、ID 決済、まあ、どっちにしてもね、対象で、まあ、20% ね、キャッシュバックが受けられます。で、三井住友カードの、今回のキャンペーンは、まあ、支払い対象が、まあ、特に決まってないんですよね。ですんで、まあ、変な話ね、Amazon ギフト券とかでもね、まあ、そういうものでも、まあ、この 20% キャッシュバックは、まあ、受けれてしまいますんで、まあ、もしね、利用する、先がなくてですね、ちょっと先に、Amazon ギフト券買っとこうみたいなね、まあ、そういうのも、まあ、なしではないっていう感じですね。うん。で、カード発行と、まあ、利用期間なんですけども、まあ、先ほど言った通り2ヶ月っていう制限がありますんで、まあ、今2020年の1月となっておりますんで、支払い期限は、まあ、今発行すると、まあ、2月の末っていう感じになります。で、キャンペーンのね、トップページにも書いてあるんですけども、まあ、こちらね、いつ終了するかわかりませんみたいなね、文言を書いてありますんで、まあ、2月入ってから、まあ、発行しようって思う方もね、中にはいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、もしかしたら、まあ、2月入るまでにね、まあ、終わってしまうかもしれないので、まあ、その点だけはね、まあ、頭入れておいていただけたらなと思います。それではですね、次に、対象のクレジットカードなんですけども、対象のクレジットカードね、まあ、ここら辺に出しておきますね。三井住友カードの、デビュープラス、クラシックカードアミティエ、あとプライムゴールド、三井住友ゴールドカードっていう感じで、まあ、5枚ね、こちらにバンって出てると思うんですけども、こちらのクレジットカードに関しては、デビュープラスと、プライムゴールドっていうカードだけ、まあ、年齢制限があります。デビュープラスは、18歳から25歳まで。プライムゴールドは、まあ、20代限定となっておりますんで、そちらだけね、注意していただけたらなと思います。で、すべてのクレジットカードが、インターネットのウェブでね、入会すれば、年会費がね、初年度無料となっておりますんで、まあ、どのクレジットカードを選んでもね、まあ、初年度は無料ですんで、まあ、そんなにね、気にしないでっていう感じで、まあ、年会費の方はね、1年間じっくり使って、まあ、今後使うかどうかをね、まあ、検討していただければなと思います。で、もう一つね、ここに載ってないね、リボスタイルっていうクレジットカードがあるんですよね。うん。
で、一応ねそちらも、詳細見たらね今回はちゃんと、対象となっておりました、ですけどもね、今回こちら 20% のキャッシュバックキャンペーンですよね。ですのでまあある程度、まあ、発行される方は、まあ、利用すると思うんですよね。でそのリボスタイルっていうクレジットカードは、まあ、名前の通りね、まあ、リボ払いなんですよね、うん、ですので、まあ、あの手数料がかかってきてしまいますんで、まあ、あのやりようによってはねあの手数料かからない支払い方法もあるんですけども、まあ、それもねちょっと手間だと思いますんで、まあ、このキャンペーンを狙っていくのであれば、あの今こちらに出てるねクレジットカードを狙ってあの利用していった方が、まあ、後々ね楽なんじゃないかなと思います。それではですね、次に、併用できる、三井住友クレジットカードのキャンペーンなんですけども、まあ、先ほどね、こちらの、キャンペーンの利用で言ったんですけども、Google Pay、Apple Pay に登録すると、まあ、ID になるわけなんですけども、電子マネーの。まあ、そちらで、支払いすると、2000円分がタダで利用できますっていうキャンペーンをね、まあ、これずっとやっていて、終了が2月の29日までということですんで、まあ、今発行する方は、まあ、完全に対象となるわけなんですよね。で、あのこちらはエントリーが必須となっておりますので、まあ、その点注意していただきたいんですけども、本当に、Google Pay、Apple Pay に登録して、まあ、2000分使うだけっていう感じなんで、あの本当に楽ですよね。ですので、まあ、積極的に、ね、こちら、ね、利用していただけたらなと思います。まあ、言ってしまえば2000円分タダで利用していいですよって言ってるだけなんで、あのぜひ、ね、発行された際は、ね、Apple Pay、Google Pay 登録してね、まあ、ちょっとやったことない方は、ね、ちょっと手間かなと思うんですけども、まあID ですんでね、今コンビニ、まあ、スーパーとかでもね結構使えるところ増えてきてますんで、まあ、ぜひ、ね、利用してみていただけたらなと思います。で、次にですね、私の動画ですね、まあ、基本的にポイントサイトの、話もねさせていただいてるんですけども、今ね現時点で、三井住友カードデビュープラスっていう、まあ、18歳から25歳までの方限定のクレジットカードだけ、ポイントサイトポイントインカムに3000円だったかなっていう案件で、ビザカードのみの、クレジットカードのね、発行で、ポイントがもらえるっていうね案件出ておりますんで、まあ、URL はね概要欄に載せておきますんで、もしね、利用されたいっていう方はね、あのポイントサイトを踏んで利用すると、まあ3000分ぐらいですけども、まあもらえないよりかはねもらっといた方がいいかなと思います。で、それ以外のクレジットカードなんですけども、あの ANA マイルにね、交換できるポイントサイトで、あの案件出てるとこないんですよね、残念ながら。でこちらの三井住友こちらクラシックカードなんですけども、まあ、こちらもないんですよね、うん、で結構調べたら見つかりました。ですけども ANA マイルにね残念ながら、交換できない、まあ前までね利用できた LINE ポイントってありますよね、LINE がやっている、ポイントサイトなんですけども、まあ、そちらでね案件が出ておりました。で、こちら辺にね利用の仕方、ちょっとね探し方がちょっと難しいっていうか分かりづらいので、まあ、ここに載せておきますけども、LINE のトップ画面から、右下にねウォレットってありますよね。そちらウォレットに行くと、LINE ポイントっていう、項目があるんで、そこをタップします。そうすると、画面切り替わりますんで、そこの上の方にね、使うと、貯めると使うって出ますんで、そちらに貯めるっていう方をね、まあ、選択していただいて、真ん中の方にね、たくさん貯めるっていう項目があります。まあ、そこをクリックしていただくと、画面切り替わります。そうすると、まあ、私はね、結構上の方に出てきたんですけども、まあ、人によってはね、下の方に行っちゃってるかもしれないんで、まあ、ちょっとスクロールしていただければ、こちらをね、まあ、画像もこちらに出しておりますけども、こちらをね、三井住友、クラシックカードのね、案件があります。で、ポイント数としては、まあ、1500円分っていうことなんで、まあ、現金にして、まあ、1500円分になってしまうんですけども、まあ、もらえないよりかはね、もらっといた方がいいですよね。で、こちらは残念ながら ANA マイルには交換できませんので、まあ、LINE ポイントということで、まあ、LINE のね、ポイントは、まあ、今ね、結構いろんなところで使えるんですけども、でもね、LINE Pay っていう、ペイサービスありますよね。そちらに、昨年末でね、移行できなくなっちゃったんですよね、LINE ポイントって。前まではできたんですけども、ですので、
利用先としては、まあ、LINE デリマっていう、まあ、デリバリーサービスとか、まあ、LINE のスタンプ買うとかね、まあ、それ以外にも、まあ、いろいろあるんですけども、結構ね、まあ、いろんなね、利用方法あると思いますんで、まあ、私個人的にはね、結構ね、LINE のデリバリーサービス、利用させていただいてます。でね、結構キャンペーンやってるんですよね、LINE デリマって。まあ、昨年やってた一番すごかったのは 77% ポイントバックっていうのもね、まあ、ありましたんで、まあ、そういうので利用するのがいいんじゃないのかなと思います。その 77% ポイントバックっていうのは本当にすごくて、本当に、3000分ぐらい買って77% 返ってくるみたいな、そんなキャンペーンでしたけど、本当に多分 LINE 側は全然メリットがないようなね、キャンペーンだったんですけど、まあそういうキャンペーンもありましたんで、まあそういうのでね、まあ利用していただくのも、まあいいんじゃないかなと思います。発行方法をね、まあ一応ね、手順としてね、紹介していきたいなと思うんですけども、まず18歳から25歳までの方は、まあデビュープラスカードがポイントサイトに案件がありますんで、ポイントインカムから、まあデビュープラスカードを発行する。まあその後に、V パスっていう、スマートフォンのアプリをね、ダウンロードしていただく。で、その、アプリをダウンロードしたら、まあログインしてもらって、その後ね、クレジットカードを、Google Pay、Apple Pay にね、登録してもらって、その後 ID2000 円分のね、キャンペーンにエントリーしてもらって、カードを利用っていう感じになりますね。今回紹介した、キャンペーンが、まあ、8000円分でしたよね。で、ID の、Google Pay、Apple Pay のキャンペーンで、まあ、2000円分使えますんで、まあ、合計8000分、合計ね、1万円分って考えていただければ大丈夫ですんで、キャンペーンで8000分、Google Pay、Apple Pay で、まあ、2000分っていう感じでね、利用することができます。で、次に、それ以外の方は、クラシックカードっていう風にね、発行となりますんで、クラシックカード発行する方は、LINE ポイントからね、クラシックカード発行してもらって、その後 V パスのアプリをダウンロードしてもらって、Google Pay、Apple Pay に、登録してもらって、キャンペーンね、エントリーしてもらって、2000分の ID の方ですね、そちらはエントリーが必須となりますので、そちらエントリーしてもらって、実際に利用っていう感じですね。まあ、どちらのクレジットカードにしても、最大ね、1万円分の、還元がね、受けられますんで、ぜひね、ほとんどのね、20% キャッシュバックキャンペーンがね、もう終わっておりますんで、今多分ね、私の知る限りね、20% キャッシュバックキャンペーンって、三井住友カードぐらいしかやってないと思いますんで、ぜひね、この機会に、狙ってみてはいかがでしょうか。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。